今ね、青石でアメリカシロヒトリっていうガの幼虫が大発生してて、で本当に街路樹も丸裸になって、うちの庭の柿もね、もう丸裸に近い状態までなって、カシスもやられて、ブルーベリーもやられてっていう結構大変な状況なんだけども、ナスもね結構大変なんだけども、まあ、その幼虫まず姿見てもらいたいんだけども、苦手な人は見ないでほしいなと思います。でこれがアメリカシロヒトリっていうやつの幼虫なんだけれども、見たことある人もいるかもしれない。で親はね、俺見たことなかったんだけれども、今回初めて見たんだけども、まあこういう白いふさふさの毛がついたガらしいのね。でこいつはどういうふうに発生するかっていうと、木にまとわりついて糸を出して、その中でムジャ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 って出るのね。でこれね、函館、青森よりも北の函館で大量発生したっていうニュースになって話題になってるんだけれども、みんな知ってて俺知らなかったんだけども、大量発生したじゃ困った、じゃあったら教えてもらったんだけども、函館もすごいよってね。これ寒さに弱いんだって。でだから今まで函館、北海道の方には入れなかったんだけども、やっぱだんだん暖かくなってきて北上してるみたいだね。青森市もまあいなかったわけじゃない、いたんだけれども、こんなに大量発生したことなかったっていうぐらい今年大発生してて、本当に困ってしまって。だから青森も暖かくなってきたから、だんだん適した環境になってきたんだろうね。それがどんどん増えて増えて、で、天敵もそんなつが、まあ、外国から来てるから、アメリカってついてるぐらいだから、天敵もいないみたいで、困ってるっていう状況。俺も、まあ、幸いね、幸いこれ刺したりするもんじゃないらしいから、俺刺すと思って怖くて、長袖やって手袋やってやってたんだけど、腕についても別に何も腫れたりしなかったから、調べたら刺したりっていう、そういう実害っていうのかな、出ないで、まあ、葉っぱを食べるとか、見た目気持ち悪いとかの不快害虫とか、そういう類になってるみたいで、実際に人体に何かこう及ぼす影響を出すっていう害虫じゃないから、まあ、棒でつついて落として潰してっていう感じでやってたんだけども、まあ結局忙しい、いろんな仕事やってて忙しい中でそれだけやってるっていうのわけにもいかなくて、結局虫に食われてるっていう状況で、これを Facebook でお手上げだって言ったら、青森県で有名な、多分青森県でだと思う、全国的にはまだそこまで有名な人ではないと思うんだけども、青森県で有名な、テレビにも出たり、農林水産省と仕事したりとか、してる方、有機ジャスの農家さん、米農家さんからコメントがついて、ボタニーガード ES という農薬にカウントされない、ボーベリア禁止剤があります、それなら殺虫できますよっていうお話が来たのね。で俺ボタニーガード ES っていうか、有機ジャスで使える農薬があるっていうのは知ってたんだけど、このボタニーガード ES ってなんだろうって調べたのね、分かんなかったから。そしたら昆虫に寄生する糸状菌、カビの仲間なんだと、そのボーベリアバシアーナっていうのを有効成分とする殺虫剤だと。で有効成分量っていうか、中に書いてるのはボーベリアバシアーナの胞子が入ってますよって、その ボタニーガード ES を巻けば、その糸状菌の胞子を散布することになって、それで糸状菌をによってアメリカシロヒトリを殺虫して駆除できる防除になるよっていうことらしいよね。で農薬にカウントされないっていうのはどういうことかっていうと、有機ジャスの中でも使っていい、資材っていうのがあって、農薬とかそういうのがね、俺もさこの辺ちょっと忘れたんだけども、有機ジャス取ってないし、忘れたんだけど、なんかいろいろねある、マシン油だかもいかったのかな、まあいろいろあるんだけども、どれだっていうのはいつも言えないんだけれども、調べれば出てくるのさ、この資材は、その有機ジャスに適合資材として審査して許可っていうか出ましたよ、許可っつうのかな、うん、で出ましたよって一覧とかあるから調べれば分かるんだけども、で販売してる時でも有機ジャス適合資材とか書いてたりするから、袋にね、時々その肥料とかでも農薬とかでも見てみて、見つけてみてほしいなと思うんだけれども、まあそういうふうに使っていい農薬ってものがあるのさ、資材がねあるのね。でまあ要はこれを使えばいいんじゃねえのっていう話なんだけども、まあ確かにそうなんだけれどもさ、俺の場合さ、あの有機ジャスに適合させようって、そういう有機ジャスに適合させた農産物を作って販売しようで儲けようではいうところは見てないわけさ。
もうそもそももう何つだろう、農作物を作って売って儲けようっていう頭がなくて、お金は別の仕事で稼ぐと、例えばこの YouTube とかでも、で、あの自分の中の考えとしては、その農薬と化学肥料を使わないでやる方法を模索して実際にやって、でそのノウハウを皆さんにご紹介したいなっていう思いもあるし、自分でもそういうのが面白いと思ってるから、害虫がいてもいても、益虫もいても、草が生えてもそれらはみんな仲間だと、それで環境を作って、で野菜をいただいて、ね、大地から自然からいただいて食べていきたいなと、でそれ近くの人に分けてあげたりとかしたいなって、その方法をみんなで共有していきたいなっていう思いでやってるのね。で俺の YouTube のチャンネルの概要欄じゃなくて、なんだっけ、あの最初の説明欄にさ、農薬と化学肥料は使いませんってもう書いてるわけさ。でそういうのでやってきたんだよ、ね、でその上で1万人っていうフォロワー、チャンネル登録者さんをね、フォローしていただいて応援してもらってるわけだ、支持されてるわけだ。でそういう人たちに農薬使わないって言ったのに、有機ジャスで認められてるから使いましたっていうんだと、俺顔向けできねえわってね。で俺返したコメントの中でさ、返したコメントがね、まあ、そのボタニーガード ES 使えばいいよっていうコメントに対して、情報ありがとうございますとお辞儀の絵文字つけて、これも自然現象ですし虫も生きてるので使用は控えたいと思いますと、 YouTube でフォローしてくれた1万人を裏切ることはできませんってコメントしたわけさ。まあ、素直にそのままの気持ち、さっき喋ったのと同じで、俺が農薬使ってないってそういうのでやってる、失敗したうまくいかなかったもあるけれども、いっぱいあるけど痛い思いもいっぱいしたけれども、そういうのも含めての動画で、そこに対してのフォローだと応援だと俺は思ってるのね。だからそれを裏切ることは俺はできねえって本当に思ってね。いや本当にさ本当にね、本当にで使わないってことにして、まあ、でなんで使わなかったかっていうと、まあ、そういう気持ちもあるんだけれども、幼虫いつまでも幼虫なわけじゃないじゃん、まあ、すごい量出てて、まだまだ多分雪降る直前まで幼虫いるのかなっていうぐらいいっぱいいるんだけども、なんだけれども、あのだんだん落ち着いてきてる、見てればね、庭の木見てればさ、あの柿の木食うのもまだまだいるし、まだ日が出るんだろうけども、一時期のガバッとガーッとこう襲いかかってきた時の勢いは落ちてきてる。それはいつまでも幼虫でいるわけじゃないし、幼虫のまま死んでるやつも見てているから、いつか息を落ちてくれるんじゃないかなって思いながら、目につくやところは手で駆除しながらってね、いう感じでやってます。手で駆除するのはやり、あの全部やれるわけじゃないから、そこは 手で通るってさ、まあでご勘弁いただきたいなって、農薬は使ってませんよってことで、とりあえず一時期のそのピークは過ぎたかなって、このちょっと発生が落ちてきたかなっていうところに入ってきたから、その時はいつか来るはずだっていうのは思ってたからね、我慢したっていうのがあります。でこのコメントくれた米農家さん、すごく精力的に活動されててすごいんだけれどもさ、で言うだけども今回こういう提案をされて、うーんと思ったのは、この方ね、自然栽培の木村明則さんに直接会っていろいろ教えてもらったりとか、そういうのをやってきた方なのね。まあでも木村明則さんもね、お酢を使って、そのお酢がね、特定農薬だっていうので結構ね、言われたり、無農薬って言っちゃダメだって言われたりした人なんだけども、そういえばほら YouTube でもほら名前出てこない今、ほら20万人ぐらい、20何万人中のあのおばあちゃんがね、それで落ち込んだ動画とかあってさ、カーメン君だかなんとかいろいろな人たちがさ、応援してくれたりなんだりとかの動画で一時期ちょっと盛り上がったとこあったんだけれども、あれと同じことよ。木村明則さんが酢使ってるってことが、それは無農薬にならないよ、酢は特定農薬だよっていうことなんだけども、まあそれはいいんだけど、酢食うんだから、飲めるもんなんだから俺はいいと思うんだけども、でまあそういうルールなんだけども、脱線したけども、まあ、そういう木村明則さん、自然栽培やった、無農薬のリンゴをやった、方に直接お会いしていろいろ教えてもらったりなんだりした方
からそのユギジャスに適合してるからこの農薬使えばっていう言葉が出たのが俺ちょっと違和感があってさ、ってね、まあそのお酢を使った、まあ、特定農薬だからそれももしかするとユギジャスを使っていい分類になるのかもしれないけども、その木村明則さんの教え思想はどこに行ったのかなっていうふうに思ったりして、でも有機ジャスに適合してれば使っていいっていう方針だったのかなって、最近は彼の木村明則さんの本は今読んでないからあれだけれども、最近変わったのかもしれないけれども、彼の考え思想的に言うとそういう発想にならないんじゃないかなって、直接お会いして会って話して指導してもらったっていう割にはちゃんと学べてないんじゃないかななんて思ったりして、批判したいとかじゃないけどもそういう疑問点があったっていうのも付け加えておきたいなんかな、っていうこうモヤモヤ、だからモヤモヤしてるから名前出さないんだけどもね、彼のことはね、ただそういうこともあった思ったなって、とりあえず俺はね、まとめにはまとめやつが最後に入るけれども、アメリカ城一人大発生して大変なんだけれども、とりあえず農薬を使うっていうことはしないことにしました。でだんだんこの発生もねこうグッときて、この時はもう大変で淡くて大変だったんだけども、いつかはこの落ちてくるはずだって、これを知ってるから待とうって、今この落ちてきてるところに来てるんで、グラフで言うと発生なんて言ったっけ忘れたけど、そういうグラフがあるわけさ、農業のあれ害虫の発生のあるね波があるわけさ、年に2回出るやつとかさ、こういうグラフがあるの見たことある人もいると思うけども、それがいつかは落ちていくはずだって信じて今そういう状況に来たから、まあとりあえず一山越えたなっていう感じで、これがどんどん寒くなってくるから、まあ大丈夫だろうなって思いながら、まあ、去年暖冬だったもんな、それもあるか、まあいいや、でっていうことで、俺は本当に YouTube で宣言している通り、農薬とか化学肥料そういうものは使いません。本当に食べ物として使えるものは、まあ菜種油かすとか、まあ牛糞堆肥も使ってないけども、まあ、その草の堆肥とか草を生やす緑肥やるとか、そういう方向でやっていきます。使うことあるかな、まあ、お酢はもしかしたら使うかも分かんないけど、まあ、とりあえず使ってないけれどもね、そういう風にしてやっていくんで、これからも無農薬で農薬とか化学肥料は使わないでやっていきます。まあ、どっかの家でねその薬撒いてくれみたいな仕事を頼まれたら、分かったってやるかも分かんないけども、それは仕事だからね、自分の畑ではこれからも使わないでやっていくんで、まあとりあえずこの間フォローしてくれた支持してくれた1万人の皆さんを裏切るようなこと、農薬と化学肥料を使うっていうことはしない、は絶対しないっていうことを決意を新たにしました。今年そのアメリカ城一人の被害にあって、いろいろボタニーガードイエスの件もあって考えてね、とりあえず志を新たに、志ってそんな大きいもんでないけどもさ、とりあえず皆さんとの約束は、俺は、農薬と化学肥料は使用しないで畑をやっていきますと。俺はね、使ってる人を手伝うことはあるし、ね、建設会社の社長さんは使ってるからそこを手伝ってけった手伝う、それはするけれども、自分が1から10までやる畑は使わない、今まで通り使わないと、それを皆さんに改めて約束したいなと思って動画にしました。とりあえずこれで動画を終わりにしたいと思うんで、まあ、以上です。これからも農薬と化学肥料は使わない栽培を続けていこうと思います。いっぱい失敗していっぱい痛い思いしようと思います。ということで動画終わりにしたいと思います。ありがとうございました。